さて、専決処分の話、少し積み残しがありますので、法定代理的専決処分の話、ちょっと積み残しについてお話をしたいと思います。で、法定代理的な専決処分についてはですね、鹿児島県のその阿久根市長が自分でですね、そういうわけでその議会を召集しないでおいて、特にその議会を召集しないでおいて、その特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかなんだっていう、そういう局面なんだというふうになぜかなんかその、勝手に解釈してですね、いろいろやったんです。期末手当削減条例、議員報酬日当制条例、なんかすごいなんか穏やかじゃない条例ですね。租税、税手数料引き下げ条例、行政委員会の委員の日当制条例、補正予算の議決、副市町村長の選任等の同意などなどですね、まあ本当にここまでやるかっていう話ですが、こうしたさまざまなことを自分が臨時会を召集しないでおいて、議会の閉会中に次々と専決処分で行ったという、まあはっきり言っても鹿児島の恥、阿久根市の恥だと思いますが、私鹿児島と縁もゆかりもありませんけど、そういったようなことを次々と行った人がいたので、ちょっとこれは専決処分ちょっと少し手当てをしなければいけないということで、その後改正が行われています。先ほど見たようにですね、副市町村長の選任については専決処分で行うことができなくなりました。あと179条の、3項で、これは前昔からありますけどね、その、専決処分を行ったときは、次の議会の会議において、議会に報告して、その承認を求めなければならないということになります。やっぱりその、緊急に議会が召集できないときに行うっていうイメージからすると、なんか憲法で出てくる、なんか参議院の緊急集会に似ているようなところがあります。あれは衆議院がないときに参議院を緊急に召集するっていう、そういう話ですけどね。で、4項でちょっと変わりました。条例の制定もしくは改廃または予算に関する、措置について、議会が不承認としたとき、承認を求める議案が否決されたときは、長は速やかに当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないという規定が新しく加わりました。で、これが鹿児島県の阿久根市の事例です。でね、179条にいろいろその専決処分をできる要件って書いてあるんだけど、議会が成立しないときとか、113条ただし書きの場合によってなお会議を開くことができないときって、これはまあ定則数の話です。定則数についてはですね、例外的に113条ただし書き の例外的な規定って、救済規定があるんですけど、それすら満たさないときってのもあります。で、あとはですね、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときっていうので、これはさっきから言っている、まあ、緊急の場合です。昔はなんか糸間がないときっていう言葉だったんですけどね。で、その他にですね、または議会において議決すべき事件を議決しないときっていう要件があるんですが、議会において議決すべき要件を議決しないときっていう言葉だけ聞くと、なんかさっきの歳議じゃないけど、議会の議決が気に入らないこの条例とかこの予算案とか、長はすごいいいものだと思って提出してるのに議会がダメですって言ってるような、なんかそういうケースを思い浮かべるじゃないですか。だけどそんなの長がさっきの阿久根市長じゃない、阿久根市長は時間的余裕の方の要件だって言ったんですけど、さっきの話じゃないけど、長が気に入らない議決について全部専決処分で自分で議決が議会の議決に変えることができるっていうようなことをやったらめちゃくちゃになるので、そういうことはできないことになってます。つまり、1項2項3項じゃない、179条の1項で書いてある専決処分ができるって、まあ4つパターンがあるんですけど、他は全部ね、議会が成立しないとき、定則数を満たさないとき、その緊急で時間的余裕がないときって言ってるんだから、この議会が議決すべき事件を議決しないときというのも、まあ、それに準ずるような状況にあることが求められるというようなことを言っています。下級審の判決ですけれども、千葉地裁の平成25年3月22日、まあ、控訴審として東京高裁の平成25年8月29日というのもありますが、千葉県の白石がですね、白石の市長が北総鉄道、
まあ、昔、その昔、成田新幹線というのができるかもしれん、となって、まあ、その後でね、その名残なんですけれども、スカイアクセス線を乗り入れてるんですが、まあ、非常に料金が高い、全国でも1、2を争うぐらい高いので、ちょっとそれは困るから、地元の自治体の方で、その北総鉄道に補助金を交付しようっていう、まあ、そういう話になったんですけど、補助金の交付はご承知の通り、その議会の議決が必要です。ただ、議会の議決が必要なんですが、まあ、簡単に言うとですね、その補助金の交付の仕方について、町と議会で揉めてたんですよ。で、揉めてたので、町がですね、議会の最終日になって、突如、その補正予算案を、その提出し、で、議会の方では時間が足りないので、さっきもちょっと出ましたけど、会期満了になりますと、そこで廃案ということになりますので、会期満了になってしまったというので、これはちょっとその議会が議決すべき事件を議決しないときに該当するんだというふうに町が解釈してですね、専決処分を行ったっていう、そういう事例なんですけども、裁判所はですね、地裁レベルの話ですが、こういう場合は、議会が議決すべき事件を議決しないときには該当しないというふうに判断しています。まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、その議会が議決しないときが、議会が議決しないという状況が、社会通念上相当なものとして認められるような場合に、町がですね、あえて専決処分をする。まあ、今回の場合、時間切れということなんですけれども、なんとなくなんか議会のその最終日に、このままでは時間切れ、審議未了になるということを見越した上で、町が補正予算を提出したような状況が認められるというふうにして、こういうのはダメだっていうふうに言った判決として注目されるところです。まあ、興味がある方は、私、教科書にもちょっと書いてありますけど、私の地方自治法の現代的課題っていう本を読んでください。さあ、ここのところで議会と町の関係については、一通りおしまいということになります。はい、まずここで一旦。